クニオです今日は動画返信コメントコメント返信動画からスタートしたいと思っております。えっ、ー、といつも通りなんですけれども国オチャンネル返信動画というのは時代背景だったりハロプロのもちろん話がこれメインになると思うんですけどちょっと面白い感じのラジオ的なトークショー的なそこまでいかないかもしれないけど。 そういうテイストでいきたいと思ってますので、えー、ちゃんとお付き合いでても楽しめるような作りを目指しております。なので、ちょっと聞いてみてくれたら嬉しいです。始めます。では、ハロプロ関連コメントお返しのお返しですから、このループしていく感じのやつからですね。えっ、ー、と、いつも通りだこれ、ケバ、ケバだって、キバ敬語退散。ありがとうございます。えっ、ー、と、バットがつくまあ、いろんな人も見てるでしょうから、毎回ちゃんと拝見してるよ。 嬉しいですね。これ何にバットがつくかっていうとたまにねハロドリのこないだのやつかな先週のやつとかやたらバットがついたりしてたんですけどたまにすごい勢いでつく時あるんですよ今までで一番ついてるのはなんか小田桜動画です僕があの小田桜についてボーカリストで喋ってるんですけどあれうんおおって感じです、まあ、またそれも撮りますよありがとうございます で、えっ、ー、ともう一つ、これはさいなさんね。くにょさん、こんにちはさいなです。ラジオみたいな動画を見るのが初めて。新鮮で面白いです。実は日本語を使うのがすごくお久しぶりです。頑張ります。ありがとうございます。これ、香港か台湾かどっちかでお会いしたね感じだよね。もう、僕思うんですけど、台湾、香港の方々の使う日本語って、えー すすごくく上手と言ったら変ですけどい意味めちゃくちゃゃわかりますよ僕らが僕広東語は多分全然ダメなんですけどちょっと北京語とかをかいつまんだやつを喋っててもすげえこのレベル絶対いってないんですよ。やーべえなーと思いながら <laughs> 話してますんで、えー、素晴らしいと思います。えー、と引き続きねもし日本語を使う機会になっていただけるんだったら嬉しいんで「国のチャンネル」。 見ていていい。いコメントもくださいありがとうございます。じゃあ続いてゆうゆうさん毎回楽しみに見ています毎回返答ありがとうございます毎日動画見まくってます笑い自分はまーちゃんとかりんが好きなのですがジュリンを今の二人で見てみたいです可能性あると思いますかお<う>これねかりんが卒業ってことになるじゃないですかそこ ね、あのその公演の時がどういう規模でやるかなんですけどジュースドーン規模というかあれ質感かジュースドーンでやるのか宮本かりんの過去のヒストリーを振り返る感じでやるのかっていうところだと思うんですよね。僕もともとこれコンサートってツアーファイナルで確かジュースジュースのツアーファイナルにして6月2日と3日とあったじゃないですかで差別化はすると思うんですよだから3日の日は可能性あるかもしれないですよね。ただ 多分コンサート自体が観客入れれてやれないっすもうこれもう99%だと思います理由はまた近々ちょっとコンサートライブハウス系のやつをあげますんでそこで説明しますではありがとうございますで楽しみっすね僕もこれやってほしいと思ってますやれば5年ぶりぐらいなのかなねありすじゃあ続いていきましょうえっ、ー、とそうこれ松浦彩ちゃんが デビュー19周年だったんでこれまあそんなにバズんない系のやつなんですけどあえ、はい、あのドッキドキラーメルデビュー曲だけを話した動画にレ、えー、スくれている方々にお返ししますえー、っとまずビビさんだビビさんさすが原点思いと熱量がすごいですねあの頃を思い出しましたいつも思うんですがテーマに沿ったグッズをよくすぐに取り出せますよね背景が毎回楽しみです イビさんねもう同い年ですから <laughs> ねえそうそう懐かしいのもあるけどこれね熱量はね松浦に関しては冷めないっすよ曲聴いただけとかジャケット見ただけでもうもうだからセ,セーブする対象のものじゃないっすね、うん、なんか思い出し最近のハローメンとかと照らし合わせそしてまあ曲もね 最近歌ってる子たち、まあ、この日そういうこの動画そういう喋りをしてたんですけどなんか、うん、育っていくものもあるんだけどもずっとその頃思ってた感情っていうのはキープしながらで、まあ、これが何ていうんですかっんですかねんかなもう音楽の醍醐味そういう風に思ってしまうんですけどちょっと熱量が確かに高くなっちゃうとこあるんですね。 までも捉えてていいいただいてありがとうございますで。グッズはこれね、まあ、こ,これちょっとあの実はテレコでこのテーマ撮ろうと思ってたんですけどあの一、ー、つ届いてないのがあって、まあ、この後にしますけどですぐ取り出されるのは何でかと言ったら汚ねタイプなんだけど別でごちゃごちゃっと置いてあるタイプなんだけど大体整理されてんの、ね、よで大体自分だけ分かる位置にあるんですよ。 そういう,そういうことで、あとやりすぎないようにやりすぎてんだろってあるかもしれないけどやりすぎないようにしてるね自分流のさじ加減っていうことですでも楽しんでくれたら嬉しいんで引き続きお願いしますあとすじゃあ行きましょう次は風来坊さん樹玉のデビュー作パシフィコのあややヒットパレードのやつが完成形ですね巻き舌旋回もう見てらしたんですね えー、これはねえー、まあパシフィコの話にしようかパシフィコのあいあいうヒットパレードこれ途中からねすごく喉を酷使していたのが耐えられなくなって5曲ぐらいカットするのかなでカットパレードなんて言われてましたよねで当時ただ歌コンサートとしての質感はもうおっしゃる通りで、まあそこ頂点っていう人も多いですねいや僕と ね、デビュー作一番っていうのは本当に何かつまんない発想なのかもしれないけど僕はファーストデートはどうしてもすごかったんでこのコンサート一発って言ったら赤坂ブリッツのどうしてもファーストデート行っちゃうんですけどあの思い出ね思い出があるんですよ。前日かなんか俺ポール・ウェラーっていうイギリスのミュージシャン大好きなんでポール・ウェラーの「赤坂ブリッツ」見てて。 本当によ翌日か翌々日ぐらいに松浦あったんですよ。それでですよでまだビール飲めたんですね松浦なんで,でもコンサート始まって「松浦行きます。あ行くよワンツースリー」でターぐらい飛ばされてあの前のやつにビールちょ,ちょいがけして喧嘩になりそうな感じだったんですけども平誤りで <laughs> 始まったの覚えてますね。うんうお,おた,おた熱といいうややつつ言わないやつ あと、プレッシャーかけてくるやついっぱいいて、あ、これすげえ現場だなと思ったのを感じました、ね。でもヒットパレードの頃はもうお酒飲めずに、なんていうか、淡々と松浦が一曲ずつやっていくようなイメージ。でも演出すごかったですね。覚えてます。うんね、いい、いいコンサート当時は味わえてて、今も味わえてるけどね、なんか、松浦に関しては別だったかな。あとす。 じゃあ続いて和紙さん、えー、と時代を3年,行く3年先行くセンスのいい友人が当時ハマってました付け焼き場的アイドルではなく本物のアイドルだったんでしょう彼女の YouTube 動画のコメントを見ると絶賛の声ばかりですね私は当時ハマりませんでしたがアイドルとして全てを兼ね備えていたことは理解できます3年先行くセンスの友人って会ってみたいですね 3年はすごい。で本物のアイドル何を本物とするかって言ったら多分これ感覚近いからと思うんですけどやっぱり声そしてあの笑顔表情の切り方がアイドル得意のセンスあるじゃないですか。でそこに対して世の中っていうこの何とも言えないタイミングですよそこが3つうまくいかないとおそらく世間にアイドルとして認知されないですよね。 僕これ松浦はソロアイドルとしては21世紀で1人だけで最初で最後のこの3つ叶ったアイドルだと思うんですよだからこのセンスのいい友人っていうのは気づいたんでしょうねあこれ何年かにいっぺんもしかしたら自分の生きてる間でもう一回会えないかもしれないっていうのは僕も思いましたもんそういうことだと思います彼女はね松浦は伝えられる対象があ伝えられるというか 比較の対象がやっぱ松田聖子レベルだったですよ。松田聖子好きだっていう松田聖子じゃなくて、外が松田聖子と比較してたっていう感じ。これは後にも先にもあったことないですね。ハロオタレベルで話す人はたくさんいます。そう,そういうことです。あとっす。じゃあもう一個の動画いきましょう。そう、それで愛梨ちゃん、鈴木愛梨、元キュート・ボーノですね、の誕生日が。 えー、昨日だったものですからその動画も上げたのにコメントくれた方々にお返しいたします、えー、いきましょうボラーさんいつもあげてます、えー、男性人気より女性人気がついたのがすごいところライブ行ったらハローの現場にいないようなタイプの女性がいているのにびっくりしましたねハロプロを背負ってソロ成功させます的なことを言ってたのもキュート時代の時とは違うような成長したところかな 本当はボーノで活動して売れて欲しかったなぁ思いわかりますねうん思いはわかりますでもちょっと僕と最後のところの目線が違うところがあるかもしれないこれは女性人気がついたのはハロー全般に全部言えますよね2016年ぐらいから特に加速した気がしますえっ、ー、と在宅オタに3つ見てほしいなんていう僕があの 演劇女子部の説明してるんですけどあの時に「続11人」とかを例えてるんですよ。でガポジポジもその年なんですけど続11人あたりからやっぱり女性オタクっていうところを加速したようななんかそんな記憶ありますね。でもそこがキュートが終焉に向かっていくタイミングとすごく重なっていて面白いですよね。 もしかしかキュートから見てモーニング今のどんな感じって見たのかもしれないですよねまあ憶測ですでそれでハロップを背,背負ってねうーんこれ愛梨背負ってたんすかねなんかそういう肩の力は抜けてるように見せるテクニックまでありましたよねでも自覚はあったでしょう,、ね、うーんでボーのねこれは すぐ中が残ってたら全然可能性あったと思いますね。うん、あの、アイリ、キが効いてるから全然わかんない例とするかもしれないけど、ヤザワとジョニーを倉がいてジョニーを倉はキいロジョニーを送らないで、ジョニーを送ヤザワはやんないみたいな、あるじゃないですか。アイリーはヤザワ的なそっちじゃないですよ。で、ミアもヤザワ的じゃない。<laughs> むしろアイリーがヤザワ的かもしれないね。アイリーごめんあの桃が、モモチがヤザワ的かもしれないね。ね、ちょっとこの、 浮かんでるやつと名前間違えるときあるんで頑張りますじゃあそんな感じでありがとうございますえー、っと続いてこれがリカロー、ね、これはどういう呼び方なのかなでも450でいいでしょうえー、っとそんなキッズ時代から愛理ちゃんを推してるオタです1割は言い過ぎですよ2割弱ぐらいでしょうか笑い草生えみたいな でも全体の約半分はモデル始めてからついたた女性ファンのの方々のように感じましたね。幼少の頃にアップフロントのスクールに入っていたのが全ての始まりでそこで才能に気づいた事務所が育てながらキッズダンサーとしてハローの現場に出したりしながら2002年ハロープロキッズオーディションを受けさせ合格といわばハロプロアップフロントの生え抜きとして期待していた子だけに今の成功は事務所も嬉しいと思います。 アイリちゃんがアップフロントのスクールに入りたいと思わせてくれたのはラブセンチュリーのライブコーナーでちびアイリちゃんが、えー、最前センターで踊ってるところにしゃがんで手を振ってくれた矢口まりさんのおかげですなので今のアイリちゃんがあるのは矢口まりさんのおかげと言っても過言ではありませんかっこ暴論臭 横浜アリーナ中止は残念でしたが世の中で平穏を取り戻した時には横浜アリーナだろうが国立競技場だろうが駆けつけますよああこれはもうお偉い方がのレッスン頂いて感謝しますありがとうございますねえこれキッズ時代からだったら少々当時ね生きづらい時代もあったでしょうね <laughs> まあ世論まだねちっちゃい子応援になんかイエスが出てないタイミングだったと思いますね 分かります分かりますでモデルねここはリカ子とかもそうだけど時代変わりましたよね2010年代うん、まあ、前半中盤ぐらいでしょうね時代変わりましたねそういう素養のある子たちがアイドル業界に自然にいる状況を作ったまあそこのね最初期の子がアイ理だと思いますね そそうそう子供の頃この矢口のねやつ本人が言ってたんだよね確かね何の動画だったか僕も忘れちゃったけど記憶ありますよこのキャリア、うん、ちょっとね新時代ですよねこの時代の子たちってゆかりとかもそう1994年生まれですかその辺ですよねあ、うん、コンサート中止そしてコンサート開催自体が さっきもちょっと言いましたけどこれ年かかるやつ系っすよ、うん、やばいっすよあせっかくだからもう,ちょもう一つ補足しとこうかあの昨日ちょっとバズってたやつで札幌のコロニーってライブはさスるじゃないですかあそこ僕も店長経営者そしてイベントもやらしてもらったことあったんで、まあ、知ってるんすよもう氷山の一角っすよ もう、うん、発表してないだけで経営はあもう実情っていうところはもう続々次々ですよ。ねこれどこまで触れていいかわかんないんでちょっとダダダと来た時に解説的なの出しますよ。でもみんな頑張ってんのよ。そういう感じです。じゃあ続けましょう。これ最後か、えー、とみん,みんさん キュートのように拳もあと数年耐えていたたらブレイクスルーしたのかなとと思うと少し悔し悔いですねこれお同じこと僕思ってるし多分こぶし組もみんな近いこと思ってたと思うあのキュート。チームキュートじゃなかったとしても重ねてた人たちはいてで一部はアヤパンに「ちょっとお前がそうじゃなかったら残ってたろう」的なこと言う人もいるんだけどそ,それは違うと思う。 多分メンバーの何人かの中では同じようなことを思っていて綾パンが言い出さないとなんかそういう形にならなくてなん気がしてるよ俺で綾パンが責任取って自分がリーダーだからって最後できることのようなで浜ちゃんはまだやりたかったっていうのも絵として素晴らしいじゃないで5人で僕動員数とかいろんなの見てた口だから いけたとは思うけど愛理ほどのがっていうとこよでこれ難しいね本当に拳を応援してた人たちの気持ちでまた別のところにあるし超客観的に見てるところとか興行を打つ側っていうところまた話全然違うからね難しいね、うん、でもこういうことを思うところがある,あるんでわかりますでもね今一人ずつが選んだ未来を 尊重してあげたいですねそして給湯は素晴らしかったですねそういう意味じゃねなんて感じですじゃコメント返信動画をまあ今日はこれぐらいにしましょうえっ、ー、とこの後今日実はなななあだってなあみんなってすま <laughs> 間違えましたうんちょっと何本か撮ってみようと思ってるんでいつぐらいに間に合ってあげられるかわかりませんけども引き続きお付き合いいただければなんて考えておりますまあ、時間のある時に見てコメントなんてまたください じゃあ今日はまず2020年4月13日月曜日の夜なんて感じでした。素敵な夜にしましょう。またね。